聞いた話なんだよね。なんか呼ばれたんですけど。こむにゃ、新しいお姉ちゃんを紹介します。新しいお姉ちゃん、そう、ポルカお姉ちゃんだよ。ポルカお姉ちゃんだよ。ポルカお姉ちゃん、なんで僕のお姉ちゃんなんです。恥ずかしがってるんだよ。いや、ブブニャの体が2つに割れる、これじゃん。あ、ちょっと、そこのさ、ちょっと見たいな、そこの妹、姉妹の感じ、ちょっといつもの見てみたいな、雰囲気。あー、いつもの、この前もね、あの収録でさ、現場一緒だった時にずっと2人で並んでノーパスをパシパシパシってやったもんね。かわいい。それはやってたけどもさ、で、ブブニャがなんか可愛いぬいぐるみ持ってて、僕に何やってんだよって言ってきてね、ぬいぐるみで一緒に遊んだりしてたんだよ。え、可愛いじゃん。あ、固まっちゃった。ふにゃー、そうだったっけ。そうだよ。あ、固まっちゃった。そこでも普通に友達としてたったじゃん。うん、妹だよ。そうだよ。そうだ、よかった、ちゃんと通じてるんだね、妹として。そうだよ。そうなのかな、うん、今日のそれ何。なんで口がとんがっちゃってんの。なんだよ、ポルカ。なんで口がとんがっちゃってるの、ブブちゃん。やっぱりか、そんなじゃねえだろおめえよ。俺たちの狐の友情はどうしまったんだ。いや違う、三姉妹だから今日からおかゆが妹になるんだ。ふぶにゃの反抗期だ。ふぶにゃの妹は無理だよ。無理なのねえ。なんで無理なの。無理だよ。ちょっとここで姉妹頂上決戦しないで。何。ポルカはお姉ちゃんっていう、なんかあれはないな、難しいな。え、あるよ。ふぶにゃめっちゃポルカお姉ちゃんだよ。今からポルカお姉ちゃんとして見れるの、白髪は。なんかね、再婚したみたいになっちゃったよね。ごめんね、複雑な関係性になっちゃったけど。なんかそんな感じだね。再婚したら友達が姉になったみたいな。そう、お姉ちゃんだからね。お姉ちゃん。でも今までと普通でいいよな。おかゆんがね、ほんと妹になったから、ポルカ的には。え、うん、そうなの。だから長女なんだ。そうそう、長女ポルカなのよ。ポルカは長女なんだ。あ、なるほど。だから吹雪がどう思うが別に変わらないから。あ、そうなんだ、姉である関係は。ただおかゆがポルカの妹になったってだけ。なんでおかゆはポルカの妹はいいのに白神の妹は無理なんだよ。いや、無理なんだよ、むにゃ。ちくしょう、もうやだ、家出してやる、バーカバーカ。